オーメンズイレブンゲームチャンネル。はいどうもー。はいどうもー。はい、ということでね、今日はですね、私、はい、ガリッシュの番ですね、はい、ガリッシュがついにこの、1億、まあ1億ですよね、1億ガチャ、メガネ、おメガネですよ、ね、特別で、ね、今日1億なんで、前なんかメガネを変えて、そうそうそうってあったよね、そのメガネじゃないんだよ、ね、今そのメガネ車にあるから取り組む、あ、めんどくさい、行ってきていい？いや、いい、駐車場1キロ離れて、いい、めんどくさい、めんどくさい。ということでね、今日は、はい、私がガチャを、初、このガチャ初ですね、はい、を今ね、759個あるんで、はい、まあ、30連以内に、うん、3体欲しいよね、本当はね。でも魅力的だよね、みんなね。3体出たらすごいよ。すごいよね。で、狙いは、はい、ファルファラ。はい。ファルファラで。もう現代の世界では評価も出始めてますんで。そうですね。強いんですよね、ファルファラが。弓のね、私強いのはね、チャグマミレイユしかいないんで。はいはいはい、はい。欲しいなと。あ、まああと、この動画がアップされる頃は多分モチーフも、そうですね、あるから、それでまたそれ次第でどうなるかっていうところもありますね、うん、その3キャラが、はい、ということでね、はい、まあ今日はファルファラ狙い、はい、プラスあと入れ替えの2人も欲しいということで、はい、一番欲しいファルファラ狙い、ファルファラって皆さん知ってると思うんですけど、はい、イタリア語でショーって意味なんですよね。おみんなあれ知ってますよね。いや知らないよ、うん、えじゃねえよ、普通知ってんの。知ってるよ、だって幼少期みんなファルファラって言ってたでしょ。蝶々蝶々蝶々そうそう、ファルファラって言ってたでしょ、ずっと。あれじゃあ蝶々追っかけてたんじゃなくて、ファルファラをね、ファルファラをずっと私はね探してましたけど、まあそのファルファラ狙いということで、はい、ファルファラ蝶ということでね、蝶といえばね、皆さん大好きなイモムシですね。ああ、はい、はい、蝶々の幼虫を、はい、私今日ね捕まえてきたんで。マジで。それをね見せるやつです。あら、うわマジだ。よく手で使いますね、イモムシ。ちなみにね、あんまり近くで見せ見せられない。見せられないですよ。あ、うん、あ。でもこのねイモムシちょっとまだね生きていいですね。生きてますよ、うん。目がなんか黄色いの出てるし。黄色にちょっと黄色いのちょっと出てるね。ちょっと俺が圧着したんでね。圧着？圧着って。これはね、私が圧着って何？あ、ガチャが見てる。言いたかったの。圧着？なんだろう。ガチャ。ガチャ。あれはちょっとピュってやっちゃったら、ピュって黄色いのちょっと出てる。圧迫ね。圧迫ね。圧迫ね。これを、はい。これを私が11年をする前にこのイモムシをね、こうこれ。ああ。ああ出てきた。なんかポロッと出てきたよ。歯ごたえ、何イモムシの骨の匂い。超バリバリしてる。骨、イモムシの骨の音、今骨が、ね、ないはずなんだけどね。あ、いるんだ。ソフトアームいるからね。あ、そっか、そうだ、バリバリいってる。あれうまい、うまい、バリバリいってる。そこそこ金いるよ、そこそこ、いや結構多いよ。あ、最後の金ちょっと、口、7体ぐらいいたんじゃない。7体いる。怖い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 、マジ怖い。これは来たね。あんまり良くなかったから、今までカイトこそ出たけど、それ以来はね、それ前後も良くないんで、来てくれマジで。そうだね。お、ああ魔導士。ああ魔導士か、このメルクリオみたいなやつ。これで読み、え、あ、ああシャノーみたいなやつ。みんな似てる。金髪の方が、ね。なんだよー。今四体かな？五？え、あ来た来た。やったブラッド来たー。マジで。とりあえずはよかったっす。え四体。あおお。これ4体、やばい。四体出た。これ四体。やばい、すごいすごい、なにこれ、4体出たか。いやかぶってるし、ブラッドが、いやわがまま言うんじゃねえよ。ブラッドはまあでも欲しいと思った。出たよ、やっぱり1番手ジンクスの後の2番手3番手の引きねえ、来ると思わなかったね。じゃあ俺やっぱね弓欲しいよマジ。バルバラ、出ます。ふざけんな、読み込んでくれ、これ読み込んでくれ、読み込んでくれ。うわ、ない。この後はさすがにね、これないな。ふざけんなって、銀銀ないな、これは本当もう一番手引きたくない。飛ばしたいな。4だ、4 逆転しちゃったね、さっきとね。これはね、多分出ない、もうしょうがない。いいかな。おぉマジかー、これもった、もう運を使い果たした、果たしたね、うん、
果たしたわ。ファルバレ、え、ファルバレ、ファルバラ、欲しい、マジ欲しい。ブラッドいいなぁ。ブラッド、え、あぁ、スイカ、じゃあ、スイカも出た。飲み込みなかったなかったね、うん、来る予定だったんだね。スイカも出た。あ、ずるい。え、めっちゃ引きいいわ。ずるい。乗ってんね、これ行った方がいいんじゃない、うん、これはね、いや、次ラストだよね、うん、完全なる。じゃあ、いいな、いいな、ファルバラ、マジ、弓欲しい。なんか出ちゃいそう。うん、出ちゃいそう。お願い、読んで、読んで、とりあえず読んで。うわー、読み込まねー、もうさすがに。まあ、読み込みはちょっとあった方がいいよね。星音自体出ない感じがする、すごい。低迷期に行くかな。ガリシだって別にこ悪くなかった。うん。最近も。飛型自体は悪くなかったで、欲しいキャラが出なかっただけ。うん、いや、そんなことない。星音キャラ少なかったんだ、結構。うわぁ、かぶる、ね、かぶる、なんだよ、マジかよ。ガリシのリアクションかぶりすぎでしょ。なんか省略しすぎだよね、最近ガチャに。うん、かぶりすぎるだよ。いやスローになってくれ、いやもう無理か。運が、星4キャラがかぶりって消費するという運が。うわぁ、かぶりすぎだね。かぶりすぎだよ、マジで。何キャラいいのにね。うん。でもずるいな、私スイカとブラッド狙ってんですけどね。え、そう、アルファラ持ってんだろ、持ってはみんなが欲しがってる。あー、来なかったんだよ。待って、いや、まあ俺結局16連しかしてないんですよ。はい、うん、で、クロさんは11だよね。11です。あ、でも11だけど、あ、なんかスターも合わせたら結構引いてます。あと、お祝いだったかもある。今の、うん、今のあれでしょ、フライングでなんか引いてたね、うん、ツイッターで。今のは、あ、俺も引いた。引いてます。俺もガリシは40ぐらいしてるのか。4回引いた、ツイッターで。あ、33台、37か、うん、いやー、マジかー、出たー、すごい。めっちゃ出会い引きは良かった。まあ、でも、キャラがやばい、かぶりすぎ、もったいない。うん、したらいいね。ほんともったいない。スタイルなんて今、腐ってんもんね。そうだね、うん、いやー、今のところまたじゃあ1番手の人がダメだった時の、うん、2番手、3番手、いい引き、うん、ジンクスの方が続いちゃってるから。そうですね、そうだね、1番手を引かなきゃいいんだよ、今度からね。よし、そうしよう、じゃんけんで決めよう。そうしよう、前もじゃんけんで決める。今じゃんけん決める。あ、次の、じゃあさ、次のじゃんけんね。最初はグー、じゃんけんぽい。負けた人がね、1番手だよ。最初はグー、じゃんけんぽい。見えない、見えない。最初はグー、じゃんけんぽい。すごいんだけど、これはこれで。じゃんけん、ほい。あー、ガリシマだ。もう2万、3万はどっちでもいいから。そうだね。じゃあ、続いての新しいガチャイベントの時は、ガリシが1番手で引きます。はい、ガリシから行きまーす、うん。で、そのジンクスを壊せるか、そのまんま行くのか、うん、はい、っていうところをぜひ、楽しみに見ててください。うん、で、今回は、見事にガリシが芋虫を、ファルファラの子供である、そうですね。幼虫である芋虫を食べて、ファルファラ出なかったけども、ブラッドが、芋虫を食べてね、血がバーって、あ、ブラッドだね、ブラッドが飛び出て、芋虫のブラッドをブラッドが出たから、そういうことか。黄色いの出てたしね、うん、出てる、出てたでしょ、うん、で、皆さんもぜひ芋虫を食べてブラッドを手にしましょう。はい、しょ。では、ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。